申します。よろしくお願いします。今回、この授業に出させてもらった一番の理由というのは、配置人形というものが欲しいということと、妊婦体験ジャケットが欲しいというのがあったんですね。で、それって全くわからないと思うんですけども、私、命の授業を学校とかでやらせていただいていて、通常だと、こういった、こうやって生まれたての赤ちゃんの大きさなんですけれども、こういう人形を使ったりだとか、あとは、お腹の中にみんながいたときに、赤ちゃんとしてお母さんの栄養をもらってたよっていうお話だとか、女の人の体にお尻大きくないですか？なんで女の人のお尻が大きいのかっていう理由、骨盤があって、男の人の骨盤ってこんなバケツ型なんですね。で、女の人の骨盤がこういうゆりかご型になっているという理由とかも、女の人の体の仕組みとかもお話をしています。そしてその授業の中では、命の大切さということを語っているので、受精の話、お父さんお母さんがいるというお話と、みんながどれぐらいの大きさから始まってどれぐらいの期間を経て大きくなるかということをパネルの中で、私の授業でこういうパネルを使って赤ちゃんが少しずつ大きくなるよということを提示しているんですけれども、これだとどうですか？大きさってあんまりわからなくないですか？やっぱり分かりにくいので、そういったところで授業の中に、これが生まれる時の大きさ、生まれる前にどれぐらいちっちゃい、どれぐらいから始まって順々に大きくなって、これで生まれるという小さい時から大きくなるという段階の、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月という人形が欲しい。それを、皆さんに見ていただいて、お腹の中、ね、突然ボコンと大きくなって生まれるわけではないのは皆さん分かっていると思うんですけど、お腹の中で少しずつ大きくなる、その少しずつというのがどの程度なのか、そしてその少しずつ大きくなる中で中絶って分かります？赤ちゃんができました。でも産めないなという時に赤ちゃんを亡くしてしまうことがあるんですけど、それを中絶と言います。で、そのお腹の中の赤ちゃんがどのサイズであれば中絶ができるのか、でお母さんをやらないで妊娠をやめることができるのかっていうことも、その胎児人形を見ると分かるんですね。でも赤ちゃんを殺したいと思いますか？ってことはやっぱり望まない妊娠であればしたくない、そう思いませんか？なので、その胎児人形を見ることで命が始まってしまう。じゃあ始まらないようにするのはどうしたらいいかっていうことも授業でお伝えしたいんですね。なので、その胎児人形っていうものを皆さんに見ていただきたい、触っていただきたいということで、今回欲しいですっていうふうに申請をしています。あと、妊婦ジャケット、妊婦体験ジャケット、妊婦さん、今なってくださいって言ったらどうですか？お腹大きいのを想像できます？自分が男の子でもお腹が大きいとしたら、やってみてどんな感じですか？こんな感じ、ね、女の子だったら想像つきます？自分のお腹が膨らんでこんな感じかな、こんな感じかな。で、それを男の人でも女の人でも、まだ中学生のみんなでも、そのジャケット、こうエプロン型なんだけれども、それをつけてもらって、重いんですね、7、8キロあるもので、つけます、エプロン型なので。で、こうやって歩くことができます。で、そのジャケットをつけたままで階段の上り下りをしてもらいます。で、寝てもらいます。寝てる状態から起き上がってもらいます。どれぐらいその赤ちゃんがいる体が大変か不自由か、自分の毎日生活している中でこれがあるとないとでは、車の乗り降りにしてもお買い物にしてもどれぐらい不便かということを体験してほしいんですね。するとどんな効果があるかっていうと、これから、ね、お父さんになるかもしれない男子であれば、自分の奥さん、ね、彼女がお腹が大きくなった時に、ああ大変なんだよなって授業でやった時のことを思い出せる。そしたら俺が下に落ちたものを拾ってあげようかなって思ってあげれる。そしたら奥さんや彼女はどうでしょう。わあ、私の彼、旦那さん素敵って、そういうふうに愛情が深まるんです、ね、自分の奥さんがお腹重いのに、お前掃除しろよ、早く飯作れよ。妊婦になるとつわりとか聞いたことありますか？体の変化があって今までの自分とはやはり変わってきます。そういうことも男性は分からないですよね、言われないと。言われても何言ってんの。でもその体験をすることによって、ああそうだ、寝たり起きたりすることも、座って立ち上がることも、お腹大きいんですよ、だから普通にこうして
だったり、そういうことも妊婦体験ジャケットをつけた男性とつけてない男性ではやはり思い起こすことも違ってきます。そしてこれから妊娠をするかもしれない女子、ね、私の体がこんなになるのかしら、うわぁ本当に重いね、これで10ヶ月生活できるのかな、そしてねこういう、まあ、幅が狭いところの普通の感覚だったら通れるって思ってもぶつかっちゃったりするんですよ。あ、私の体思ったより大きくなってるわ。そんなこともね妊娠生活って起きてきます。でその妊婦ジャケットですけども、とても重くて、だいたい6時間とかね、パパになる人にはやってもらうんですね。奥さんが現在妊娠をしていて、そのご主人には半日つけてくださいという宿題を出します。するとご主人は、あ、重い、お前大変なことやってるな毎日って言って、あ、じゃあおやつの時間だから休憩しようって脱ぐんですよ。でも妊婦さんは脱げませんよね、休憩でも。なのでそういう毎日10ヶ月という間、少しずつ重くなっていくお腹、それも男性に体験してほしい。すると男性は女性に優しく、そして女性も男性に理解されているという安心感、そして私たちは今ここにいるけれどもお腹にいた時もありますよね。その時自分のお母さんどんなだったか、自分がお腹にいた時お母さんどんな生活をしてたかな、ちょっと思い起こしてみてください。普通の生活でできてましたかね。そう思うと、あれ、お母さんって偉いなと思いません？何人兄弟ですか？2人兄弟、何人兄弟ですか？2人、あ、1人っ子ね、はい、何人兄弟ですか？3人兄弟で、その3人お腹にいた時、そして1人っ子の彼が、ね、いた時、2人お腹にいた時、お母さんどんな風に過ごしたんでしょうね。そんなことも全部含めて体験をしてほしいということがあります。ね、妊婦さんって勝手に妊婦さんになるわけではなくて、日本は辞めることもできる国なんですね。でもそれを継続しよう、妊婦をやろうと思ったときはやっぱりお母さんにも覚悟が必要でした、ね、そして、体験というのはそういう感じでやっていただいて、今のみんなが未来予想図、これから何年先にお父さんお母さんになろうかなとか結婚をしようかなとか、そういったことも含めて授業として命の授業をしたいと思っています。そして私の中で、沖縄、私沖縄に移住をしてきたんですけれども、子供たちがどうせ折れるんでっていう言葉を使うことを耳にして、私の中でどうせっていうのはどうせ捨てるものだしとか、どうせもう着られないしとか、そういうふうにどうせっていう単語を使ってたんですね。でも子供たちの口からどうせ折れなんて、どうせ私はっていう言葉を聞いた時にとってもびっくりしたんですよ。っていうのはどうせっていうのは価値がないものについてつける言葉なので、じゃあ一人一人が価値がないっていう認識、そしてどうせっていうふうに使ったのかなと思ったらとても悲しくなって、じゃあお腹にいた時に守られたことも今大事に育ってるよっていうことも分かってないのかなと思ったんですね。なのでこの命の授業をいろんなところでやりたい、そういうふうに思っています。そしてお父さんお母さん、ね、親世代、おじいちゃんおばあちゃん、それから幼稚園生とか小さい子どもたち、そういう人たちにも全部お腹の中で育って大事にされてきたんだよということも言いたくて、そして親世代だと自分は習ってきませんでした、命の授業、ね、でも習っていたらもっと変わった自分がいたかもしれないという感想をいただいているんですね。じゃあそれってどういうことかなっていうと、自分は大人になる、もうなってしまいました、私もね、ここにいる大人たちも、でも命の授業習ってきていません。じゃあ平気だよそんなの、子供たちだってちゃんと大人になるよ。でもそうじゃないです。私たちが子供だった時代のコンビニの数、情報の数、全く違いますよね。そう思ったら今の子供たちには悪い情報いっぱいあります。でもいい情報も悪い情報もわからない。なので正しい情報をお伝えしたい。そんな風に思って命の授業も難聴しない、いろんなところでやりたいなと思っています。で、私は、人は安心する場所で育つのが一番いいと思っています。やっぱり家に帰りたいなって思うこと、それは家族が温かいとか家に帰ってもつまんないしで、そういうことではなくて、家に帰るとご飯があるとか、ね、親がいるとか兄弟がいるとか、そして、あ、家に帰って眠りたいな、安らぎの場所を提供するっていうことでも命の授業はとても有効だと思うんですね。深夜徘徊とか、ね、貧困とかいろいろ言うじゃないですか。そこってやっぱり温かいご飯、温かい家族があると防げる一番根底の問題だと思うんです。
命の授業をいろんなところでしていきたいと思います。そのために、胎児人形、それと妊婦ジャケット、そういうものを使っていろいろなところで授業をしたいと思っています。ぜひよろしくお願いします。以上です。お願いします。この授業、命の授業を学校以外の場所でやるってことはありえますか？ありえます。もし要望があれば、公民館ですとかいろいろな小さな、そうですね、部活動の集まりとかあるじゃないですか。そういうところでも部活のみんなと親御さんを集めた集まりの時にお話することもできるし、そうですね、いろんな場所でできると思います。ありがとうございます。はい、他にありませんか？これで命にエールを送る会のプレゼンテーションを終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。